といえばね、焼き団子も美味しそうですね。そうしましたら次はですね、ステーキコーンのザロースです。本当に美味しいですよ。秋田県の山奥にあるお店なんですけれども、巨大で肉汁あふれる絶品冷えブロックが名物のお店です。これですね、社長おすすめ一言よろしいですか。芦北町の山奥、ここから車で3時間のところの山奥で、あの牧場と焼肉をやってます。でそこで人気なのがやっぱり1キロからなるヒレのブロックになります。ヒレのブロック、ヒレってどこの部位なんですか。ヒレはあの漢字腰長筋って書くんですけど、はい、大体まあ腰の何回背中ぐらいです。ここぐらいです。中側になります。くまモンのヒレはここですね。何キロ取れますかね。いっぱい取れそうですね、くまモンも。ありがとうございます。脇はどれくらい取れるんですか、ちなみに。1頭あたり、だいたい片一方が 3.7 なんで、まあ、合わせて7キロちょっとぐらい。すごいね、くまモン。どんなお味がするんですか。もう柔らかくて、あの赤身がメインなので、もうジューシーで腹いっぱい食べれます。すごいジューシーで腹いっぱい食べる。これ以上食べたらくまモン、もう通り通れなくなっちゃう。これ以上食べたらねえ、でも美味しそうだよ。ぜひお店にもお越しくださいませ。お買い物ください。ありがとうございます。